テヘラン近郊霊にあるトゥグリルベク病。トゥグリルベクは、セルジューク町の創始者であり初代スルターン。キルギス草原から、ブハラ方面に進出して、勢力を拡大した、トゥルク系遊牧民集団の属長であるセルジュークの孫にあたる人物で、セルジュークの息子の一人ミーカーイールの三男であった、らしい。兄に、チャグリーベクがいる。父であるミーカーイールかムスリム化していない。 ュル力集団への外政中に戦死した後に、チャグリーベックと武州を分け合って、セルジューク集団を率いていたようである。その自由に優れていたことから祖父と同じく族長となった。この集団は海祖にちなんで、セルジューク族を名乗った。1025年、マーワラアンナフルで勢力を誇りサーマーン朝の残存勢力に組みしてからファン ガズナーサと戦っていたおじのアルスラーン・イスラーイルが、ガズナーサのスルターン・マフムードの捕虜となって、ガズナへ連行されるという事件が起こった。彼の部衆はマフムードによって、マーワラ・アンナフルから追放されたが、1030年にマフムードが没して、ガズナーサで後継者争いが発生すると、トゥグリルは兄のチャグリーと共におじを救出する作戦と、マフムードの後を継いだ。 マスウード一世との交渉を何度か行っている。一方で、残余のセルジューク集団を掌握するため、おじの公金の報復を口実として盛んにガズナーサへの出征を行うようになった。1038年、ニーシャープールの戦いでガズナーサと戦って、これに対象し、それによって同地を支配し、セルジューク朝を創始した。1040年にもダンダーナカーンの戦いにおいて、 ガズナーサの軍勢と戦って、これを駆逐してアフガニスタンまで領土を拡大した。さらに、ホラサン地方にも軍を送って、ここを支配下に収めている。その後は内政に尽力して国家基盤を築き、1055年にはバグダードに入場して、アッバース町第26代カリフ・カーアイムからスルターンの称号を与えられたとされている。13から14世紀に、 アラビア語やペルシア語で書かれたセルジューク朝の歴史書によると、トゥグリルはカリフカアイムから与えられたラカブとは、スルターン、宗教の柱、探求者の父、トゥグリルベクムハンマド、信徒たちの司令者の右手というものであった。イスムなどの前後に、宗教の信徒たちの司令者のというラカブが付けられる形式は、このトゥグリルベク以降定着していくことになった。さらに、当時、 勢力を拡大して、脅威となっていたブワイフ長やシーアハウタを倒して、小アジアからトルキスタンにかけて、広大な支配権を築き上げた。さらに東ローマ帝国とも交戦し、アッバース朝のカリフの貢献人となって、イスラム世界の権威を手にするなど、彼の代に、セルジューク朝は大いに栄えた。1063年、73歳で死去。あと、オイアルプアルスラーンが継いだ。 ちなみに、彼の名であるトゥグリルは、タカ、ベクは君主を意味するが、タカの君主と称されるにふさわしい統治能力と武勇を兼ね備えた一代の傑物であった。なお、この名は同じトゥルク系集団の君主であるケレートの、君主、オンハンの本名であるトゥグリルと共通しており、トゥルク系遊牧民に好まれた名前であった。セルジューク朝時代の貨幣研究によると、 スグリルベクの名文を持つディーナール金貨はヒジュラ歴433年から没年の455年までに例、ニーシャープール、の地にはバグダードで鋳造されていたことが確認されているが、スルターンの称号はすでに438年のニーシャープールで発行されたものから現れている。アルスルターン・アルムアッザムという形で現れ、以後没年まで、 スルターン単独では用いられず常に、ムア・ザム・アーザム・イダイナという単語と共に現れている。これと同じくして、シャー・ハンシャーの単語も付随して平記されていることも確認されている。13世紀の歴史家、イブン・アル・アスイールはヒジュラ歴446年ラマダーン月に、トゥグリルベクがバグダードへ入場した時に、カリフカー・イムがバグダードの方々のモスクで、 彼の名前で太とが唱えさせた、と述べている。同じく13世紀の歴史家バル・ヘブライウスによると、1042年に、トゥグリルが、イスファハーンの住民を投獄するという事件が、発生した折にカリフカイムは、融和政策をとって、ルクヌッティン・スルターン・トゥグリルベクという称号を送り、住民迫害をやめるように懇願したという。いずれにせよ、1055年に、 スルターンの称号を授与されたという説が通説である。1055年バグダード入場。ありがとうございます。